え何道に迷いやす,いやすくてそして何でも大声をあげて助けを呼ぶタイプじゃなくて黙々と何でも一人で解決しようとするタイプですってお母さんじゃあそんな人から目を離しちゃダメでしょうほらここにこんな林道あるわけですからこれ林道って子供たち迷うってみんな知ってる わけですからお母さん、目を離しちゃだめですって。ましてや、ここは土石流警戒区域ですよ。本当に、本当、そんなこと言ってると、本当、児童福祉法違反なんかでぶち込んじゃいますよっていう風に思う人が出てきちゃうんですよ。そういう風に思う人が出てきちゃうんです。情報を公開しないことによって。 えー、そういう人が出てきちゃうわけです。それを一本動画撮りたいと思います。本日、2022年の7月29日午前6時2分を回ったところです。大森林会の大浅大使でございます、えー。迷いますって。迷いますって。林道に行ったら子供つのは迷いますって。えー、だから、親は、えー、こういうキャンプ場、ね、来たら、 目を離してダメなんですよ。わかりますか山なめんなっちゅう話です。ねええー、川ばっかりみんな捜索しちゃって、違いますって、山なめんなっていう話なんですよね。川、川に、川みんな気をつけるよね。海もみんな気をつけますよね。いやいやいや、山なめんなっちゅう話です。迷いやすい性格なんでしょ小倉美咲さんっていうのは道に迷いやすい性格なんですよね。だから、 山に行ったら迷いますよね。林道に入ったら迷いますよね。それ当然です。林道で遊んでいたことを、えー、キャン一緒に来たキャンプの親含めみんな許してたんでしょ山なめんなって。ねそういうふうに言いたいわけです。山梨県警はそういうふうに言いたいわけです。千葉から来た知らねえよ。千葉にだって山あるでしょ。山なめんなっていう話ですよね。 本当に、本当にっていうふうに私は7月1日に山梨県警の奥脇さんがコメントをやった件でそういうふうに宣戦布告したというふうに私は捉えてるわけですね、えー、私は思ってませんが少なくてもそういう人はいっぱいいましたよ今もいると思います小野美咲さんのお母様が目を離したのが悪いずっと手を えー、ふやけるまで手をつないでいなかった、えー、人が悪いっていう風な人たちがいわんさか湧いてるわけですよね。ねここでもし小倉美咲さんがですね、熊を発見して、えー、いや、怖いなぁっ,ってって、こここう上がってったと,とするじゃないですか。熊ねこ、ここね、薪絵みたいなの,のがいっぱいありますから、いや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 、熊来て、熊来るのは当たり前でしょと。大自然ですよ。それが醍醐味のキャンプ場ですよ。大自然の、 えー、そういうものが売りですから、クマ来るのは当たり前ですから、な、えー、めんなよと、山なめんなよと、クマぐらい来ますよと、だから、蒔、え、絵、ー、ぐらい、ね、そういうの知らしめないといけませんから、蒔絵ぐらいここら辺にいっぱい湧くわけですよ、それ当たり前でしょと。 えー、沢で遊んで水が冷たいです冷たい ?NHK にそんなこと言ってるんですけど、山舐めんなよと。沢でパチャパチャどころか。土石流わんさか来ますよ、ここ。わんさか来ますよ。もしそこで埋まったならば、あなたたち親の責任ですからね。親の責任ですからね。えー、道志村にはちゃんとハザードマップで土石流警戒区域を、えー、提示してるのに、それを確認しなかった。それを確認しなかった人たちが悪いですからね、というふうに。 山梨県では、そういうふうに宣戦布告したと。全国にそういうふうに宣戦布告したとは私は思っております。私はですね、どんどん動画を作っていきたいと思います。はい、以上です。